い、皆さんこんにちは、しろです。よろしくお願いします。ってことで、今日はちょっと珍しめの動画やっていこうかなと思います。まあ、何があったかというとですね、ヴァンガードとモンスターストライクがコラボしたあのカードがさ、あのちょっと前に発売されたと思うんですけれども、それがめちゃくちゃな量を届きまして、はい、ありがとうございます。本当にね、送ってくださった方々、本当方々っていうか、送ってくださった担当の方、本当にありがとうございます。ってことで、どうしようと、とんでもないの届いたんですよ。で、一人でなんか家の隅っこであのカードの開封をしててもなんかちょっと寂しいなと思ったから、実際に開けていこうかなと思う。まあ過去にもね、ウェハースだったりの開封だったりとかいろいろやったことあると思うんだけど、結構クオリティが高いんだよね。で、ヴァンガードになってから、モンカドの時よりなんかね、あのイラストが綺麗になったりとかね、あのゲームがしっかりしてたりとか、いろいろ噂は聞いてるので、実際に開けていこうかなと思います。ってことで、こちらこちらでございます。これが何箱だ、24パック。これ24パック開けるのはちょっとヤバそうなんで、まあ一部ね、開けていこうかなと思います。で、中にはオリジナルイラストとかも入ってるらしくて、で、何のカードが出る、何のキャラクターがカードになってるかとかは俺全く分かんないです。で、まあ本当申し訳ない話、モンストニュースも私あのグッズのコーナーはですね、ほとんど聞き流しておりますので、オリジナルイラストが誰になってるかとかも全く知らないんだよね。はい、なんでちょっと実際開けて、どういうキャラが入ってるのかって、硬いわ、ちょっと開けてきます。あ、いたわ、はい、開けてきますじゃなかった、開いた。はい、ということで実際にやっていきましょう。ちょっと丁寧に開けようか、カードはね、大切なものなんでね。いや、でもかっこいいね、ボックスは。いきます。え、なにこれ、あ、ここパッカーンすんの、ここパッ、あ、違うわ、なにこれ、どうやって開けるんだ、これパッと開いて、え、すごい、あ、なるほど、こう置いてもいいように、ここが立てれるようになってるのか。あ、そういうことか、ここ差し込んでこうか。え、すごい、だこういう風に普段店舗に置かれてるのかな。はい、かっこいいねこれ。ここに、あ、でもここでもう、あ、オリジナルイラストだ、うわっ、楽しみにして。で、1パック何枚入りこれ、あ、1パック7枚入りで、1箱で12パック入ってるから、これだけで84枚ある。84枚紹介していこう。はい、まあ一番上下がレアカードみたいな感じだよね。あ、展開への挑戦っていうのが、まあちょっと詳しくカードはね、1枚ずつ見せていくんですけど、じゃあ1枚目からいきましょうか。ちょっとこれ俺見ててもしょうがないから、こんな感じ。これテキーラ、え、すごいね、結構クオリティ高いよね。はい、え、降臨シリンガーラ、こんな感じだね、こんな感じ、うん、イラストは、え、キラキラしてる、え、誰、なんでこいつがキラキラしているんだ。チャクラ、超絶だね、めっちゃキラキラしてる。え、でもこれ一番後ろじゃないからね、途中で出た、このキラか、キラキラしてるやつ。あ、またレアだ、これなんだろう、カルナなんだけど、これはあれかな、同じカードの中でもノーマルとレアがある感じかな。カルナがキラキラしてて、シュリンガーラはキラキラしてなかったんで、同じ1周目ゴーデスとしてね。え、一番後ろじゃないんだけど、見て、さっきよりキラキラしている地獄ウリエル、これやばいね、この光り方、これが何レアなんだろう。ちょっとこれ終わったら何レアがあるのかって調べてみるけど、地獄ウリエルとフェムと、はい、コモン、多分これ一番下のやつだろうな、何も書いてないキラキラしないやつ、コモンと、レア、レアが18種類あるらしい。レアってのがこれかな、チャクラとかカルナのやつかな。で、その上にオーバーダブルレア1種類、オーバーダブルレアってのは1種類しかないらしい。で、ダブルレアってのが17種類の、トリプルレアってのが15種類。全然わからん、え、かっこいいな、カード、カードのクオリティが高い。まあちょっと何かパックか開けるから、ちょっとやっていこうか。じゃあ次2パック目、サーチとかできるのこれ。勝ったよね。俺が学生時代さ、遊戯王カードサーチあった。で、でも俺ね、カードゲーム、ゲームも苦手だし、あんまり今までやってこなかったんですけど、開けんの好きなんですよね。開けんのだけは好きなんだよ。このワクワク感。テキーラ、同じですね。え、シュリンガールなんだけど。え、いらない。はい。あ、これなんか魔法カードみたいな感じなのかな。一応ちょっとこれも紹介しよっか。展開への挑戦っていうね、天使が5人集まったカードだったり、これ今出たやつ。天下五剣。この展開への挑戦っていうのはさっき1枚出てたんだけど、なんか一番上についてあるやつかなと思ったら、これちゃんとカードの1枚だね。はい。で、オド。いいね、ピント合ってるね。はい。うお、ミカエル、これあれね、さっきの地獄ウリエルと同じキラキラ感じかな、多分。あ、違うわ、これ普通のレアだ。うわっ、これ絶対一番上だ、見て、売れてるもんて、絶対一番上、おかしいきらめき方してる。うん、自然界にはないきらめき方してるもん、これ絶対人の手が加わった光
い方見て、しかもビナー、あ、これは下方にします、ありがとうございます。そしてヘパイソス、これはカードっていうよりゲーム側で欲しいね、ヘパイソスはね。え、いいじゃん、これが多分、え、ビナーはこれトリプルレアなのかな、だな、多分レア、ダブルレア、トリプルレアで、オーバーダブルレアってのが1種類しかないらしいから、そのオーバーダブルレアってのは何なんだろう。パラレルカードってのが別にある、スーパースペシャルレア、モンストレア極みあ、それか、ここに書いてあるの MSR って、あ、書いてあるわ、これレアだ、チャクラとカールナさっきレアだった、で、ウリエルがこれだ、モンストレアだ、モンストレアで、ビナーが、あ、これがトリプルレアですね、ビナーがトリプルレア、ウリエルがモンストレアっていうレアだね。面白、それ別があるんだ、あ、じゃあこれウリエル結構レア、あ、そういうことか、なるほどね、レアの中でもパラレルカードってのがあって、パラレルじゃない方とパラレルの方がある。え、すごいね、めちゃくちゃ種類あるね、遊戯王並みに多いじゃん。じゃあこれ普通のレアかな、あ、あるって書いてあるわ。はい、じゃあ次行こうか。え、面白い、これ全部開けようかな全部開けちゃうからもう。じゃあもうなんか際立ってかっこいいな、天下五剣一緒なんで、スキップ、オド、はい、スキップ、あ、すごい、劇中震災、はい、今のメンツはね、しかもね、エビスの機長のジャック・ザ・リッパー、ポラリスのアナスタシアだから今の劇中のメンツだね。うお、結構新しいとこ入ってるな、宝生店、これもレアですね、来ました。皆さんもう分かるでしょこの感じ、別に俺ライト当ててないですからね。キャラはアナスタシア、あ、出た、この角度変えるとちょっと光り方変わるやつ、ダブルレアだこれ。え、この輝きでダブルレアなんだ。じゃあビナーと何が違うの。あー、ビナーの方がさっきのアナスタシアよりなんか違う、この違うは多分カメラじゃ伝わらん、なんかね、ところどころね、星とかちょっと星っぽいなんか降ってきてんだけど、ビナーの方はそれがキラキラしてる。え、すごい、全然違う、こうリアルで見てみると。でもカードあれないの、星玉ないのかな、星玉50枚開けたら絶対出るとか。はい、じゃあレア系だけ、おー、さっきの魔法カード的なやつで爆絶なるものたち、うん、まあ、あとはなんかこれっていうやつだけ紹介していこうか。おお、じゃあレアだけまとめていくね。あー、いいねいいね、他全部かぶってるけどレアだけ紹介していくわ。エリミネーター、はい、エリミネーター、これも結構やっぱ普通のレアなんですよ、これ普通のレアだけど結構割とね、割とちゃんと輝いてくれるんですね。来ましたよ、ででん、天空五剣、ほらこれ同時切りなんですけど、輝き方がさ、なんかあの背景になんか星っぽいなんかキラキラしたのあるの分かる、これまでついてて光ってくるのがトリプルレアだね。ほら、え、これエッグくね、カメラでも結構伝わってんじゃないの、これすごくない。いや、いいな、このなんかもういくらでも向いてもまだ先があるっていう。あー、でも結構新しいとこ入ってるよ、ブーゲンビリア、オイチ入ってきてましたね。あー、レア、え、これいる、このカードこのカードいります。モンスターボックスやばくないこれシュールすぎんかこれこれやばくない、これモンスターボックスシュールすぎるだろこれで、ちょっと1個俺ちょっとびっくりしたカードがあったからそいつは最後にするね。こちらレアです、ラミエル天使だね。やっぱ天使以上とかね、限定キャラとかは基本的にレア以上になってくれてるのかもね。機長、これだ、このなんか虹色に輝く角度によってこう変わってくるやつ、これさっきもあったよね、めっちゃ綺麗これ。え、俺これトリプルレアより好きだな、こっちの方が。これがダブルレアだね。え、めっちゃ綺麗じゃない、なんかさ光ってるみたいに見えない、こうやって動かしながら見ると。これ貴重でございます、ダブルレア。これめっちゃコレクターしたい、コレクトしたい人はめっちゃ刺さるだろうな。はい、そしてレア、ジャンヌダルク、かっこいいね。キャバ嬢じゃない方のジャンヌダルクだね。キャバ嬢の方のジャンダルこれ結構好きなんですけど、これ普通のレアだね。そしていつの間にお前はそんなに格を上げていたんだ、サンクチュアリドラゴン、レア。まさかサンクチュアリドラゴンとラミエル・ジャンヌダルクが同じ扱いを受けるとは思いませんでした。はい、そして本日初登場のレアリティ、モンスターストライクレア、モンストレア、やばい、やばい、これ伝わるかな。いや、さっき虹色の方がさ輝いて見えてあれだと思うんだけど、これねすごい、あ、カメラだとちょっと伝わりづらいんですけど細かい、
キラキラ仕方が細かいっすね。ただレアリティ的にはなんかトリプルレアとかダブルレアとかの方が豪華に感じますね。だからもしかするとあのパラレルの方が強いのかもね。あ、パラレルの方が弱いのかもね、レア度的には。どうなんだろう。でも数的にはこっちの方が出てないからレアリティはこっちの方が高いと思うんだけど。さすがのザドキエルさん。え、何種類出た。え、とりあえずこれでダブルレアでしょ。レアレア、あ、いいじゃんいいじゃん。で、これがモンストレア、はい、で、これがレアか。すごいいい感じに集まってきた。え、楽しい、レアでしょ。で、コモンはいっぱい出てるじゃん。あ、ごめん、ウリエルと一緒だ、モンストレアって。本日初じゃなかった、ごめん。ウリエルがモンストレアでした。で、出てないのがダブルレア出てるでしょ、トリプルレア出てる。出てないのがモンストレア極みってやつとスーパースペシャルレア2種類、あとオーバーダブルレア1種類。これはやばそうだね。うん、 SSR と ORR、 あとはなんだ、あ、スーパースペシャルレアか、これ2種類と、あとモンストレア極み、うん、モンストレアの極みが5種類だから、今3つのレアリティ合わせ全部で8体しかないのか。8枚、それ引きてえな。それのどれか引くまでいく。いいのかな、こんな開けていただいたやつとはいえ。さあ、はい、超運、お市、豪絶なる者たち、ゆきた、あらら、ちょっと待って、いや、まあ楽しみにして、ちょっと待ってね。これちなみにレアリティ見てないから、あららとはなってるけど、レアリティ見てないんで。え、これちなみに今やってるだけでもノーマル、コモンのとこだけでも相当のキャラ数いるね、これ。めちゃくちゃキャラ数いると思う、無限大よ。え、ここに来てまだ被んないキャラがこんだけいるのがびっくりだわ出ました、モンスターボックスモンスターボックス2枚目。でもさ、カードゲームやるとさ、そのデッキ制限で何枚までしか入れられないってのあるけど、強いカードってさ、同じデッキに何枚も入れたりするじゃないですか。そういうのがあって、まあ、被ってこういう風になってるんだろうね。楽しい。じゃあ今回して1回いこうか。まずはこちら、イグノ。はい、私が大嫌いなクエストでございます。ただカードにするとやっぱ映えるね、こういうカラフル系のキャラはね。どこのレアリティのところ、ピカピカしてるところ、どこまでがイグノーで、どこまでがレアのあれなのか分かんなくなるぐらいキラキラしてる。はい、これレアだね。そしてアムリタ。アムリタレアなんだね。アムリタ結構人気キャラだし、強いから限定だしね。もうちょっと上のレアリティもらうイメージだったけど、レアですね。まあ、もしかしたら同じカードでそういうのあるかもしれないけどね。で、タキヨン、うん、なぜかレア。はい、次ガロン、まあ、爆絶はレアなのかな。爆絶ガロンレアですね。降臨キャラ、降臨キャラでもしっかりレアカードもいいね。そして来ました、ダブルレアジュズマル。かっこいい、やっぱダブルレア好きだな俺、この光り方。え、天下五剣をダブルレアにしてんのマジでセンスある。これめっちゃ似合うもんね、このレインボーのこの光り方。さっき同時切りかなんかもそうだったもんね。そしてみんな大好き聖徳太子。うーん、これもゲームの方で欲しいカードというよりは、こちらもダブルレア。そしてひらめき方がちょっと違った。おっと、抜け出してきた豪絶ディビジョン。豪絶さっき結構レアでまとめられてたのに、急にディビジョンはダブルレア、かっこいいね。そしてこれキスキルリラ。これさ、ダブルレアじゃない。あ、え、ちょっと見づらいかもしれないけど、超って書かれてるんですよ、この上にね。これ他のカードにないんですよ、これ ORR 一種類オーバーダブルレア。これ多分相当よ、キスキルリラがここの、え、一種類ってことは、このオーバーダブルレアっていうレアリティはリラしかいないんじゃない、多分ね。見て、カード名金卵何このそそらないカードやばくないこの金卵、うん、これ未知なる可能性を秘めてますね。はい、そしてみんな大好きビーラ、レアでございます。はい、あー抜け出したね、やっぱりアドブタ。アドブタだけなぜかしないけど、ダブルレアをもらっております。まあ一時代を築いた運幕ですからね、アドブタダブルレア。そしてなんでだ、ノストラダムス。え、これノストラじゃない、ごめん、ノストラではない、終末運命共同体限定キャラですね。レア、レアなんだね。あ、待って、でもこれも右上になんかインっていう文字書かれてる、引っ張るのヒって書かれてる、ほら、あ、これすごい見やすいね、インって書かれてるよね。何が顔知らないけど、レアって表記ですね。はい、そして天使界でもかなりの人気を誇るこちらメタドロン。当然のようにトリプルレア。あ、トリプルレアかっこいいね。でも俺やっぱダブルレアが好きだな。
プリプリもかっこいいけどね、メルトロに合ってるね、光り方がね。いや天使いいな。でも天使の中で今のところこいつだけじゃない、トリプルレアまでもらってるのは。12パック開けたので84枚、84枚中1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13枚レア。14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 25枚レア系が入ってるってことは、まあ大体3枚ちょいに1枚レア以上が入ってるのか。だから1パック2枚ぐらいは大体入ってるのかな。でモンストレア極み5種類あるんだけど1枚も出なかった。はい。でスーパースペシャルレア2種類あるんだけど1枚も出なかった。でオーバーダブルレア出ました、キスキルリラ1種類なんでこいつしかいない。すごいな。だからスーパースペシャルレアとモンストレア極みっていうのを見てみたいので、ちょっとそこまで掘っていいですか。ちょっとそこまでいくわ。はい、じゃあ2パック目。はい、ということで2箱目を全て開封し終わりました。ごめんなさいこの辺汚くて。で全部見せるとあれなんですけれども、同じ箱内で同じレアカードが2枚入ってるってことがなさそうに見えますね今のところ。1箱目開けたやつと被ってることはあっても2箱目内で被りがなかった。なので新しく出た中で高レアリティのやつまとめてきたので、紹介します。はい、まずこちらフェムト。はい、見てフェムトだよ。もうただの爆絶よ、モンストレア。はい、だから結構いろんなカードにモンストレアになる可能性があるのかもしれないですね。このモンストレアは輝きやっぱ全然違うんで、その好きなカードでモンストレアが欲しいみたいな感じで、このカードゲットしに行くっていうのもありなのかもしれないね。はい、あとレアリティが高かったのがトリプルレアが3つありました。はい、ダルタニャン、まあ文句ないね、トリプルレアになるべきキャラクターの1枚ダルタニャンです。そしてソロモンでしょうね、でしょうね。いや俺ちょっとソロモンがあれだと思ったんだけどね。ね、ソロモンがもっとやばいレアリティのやつかと思ったんだけどね。モンストレア極みとかね。そして三日月、いや新しいとこ入ってる入ってる、いいね三日月、これ花宝入り。そして今回一番おもろいと思ったのがですね、もうキャラじゃない、こちらみんな大好きワクワクの実、これをカードにしようと思ったのがすごい。こちらモンストレアですね、さっきのフェムトと一緒だから、もしかするとこのワクワクの実もモンストレアじゃないワクワクの実があるかもしれないんだけど、めっちゃすごい。1級まで輝いちゃってるからね。で1箱につきなんか超レアなカード、めっちゃ3種とか5種とかしかないカード1枚あるんじゃないのって思ってたんだけど、聞いて、キスキル2枚目。はい、これ多分保証これ多分保証だね。多分だけどカードあるある、今回レアリティが高いのってさ、オーバーダブルレアとスーパースペシャルレア2種類とモンストレア極みっていう5種類、これのどれかが1枚入ってるんじゃないかなと思ってるんですよね。そのうちのオーバーダブルレアをレア2枚目引いちゃったって感じ。ちょっとごめん、さすがにもうどっちかは見たい、どっちかは見たいから行ってきます。はい、ってことで、机片付けて、一旦ね、机片付けて、パックあれから何パックか開けてきました。で、あれから何パック開けたのかな？同じ量ぐらいだけ開けたかな？はい、開けてきまして、で、ちょっとね、結論から言うと、今、開けた？パック開けた中で、スーパースペシャルレア2種類ってやつか、モンストレア極み5種類ってやつのどちらかをね、見てみたかったんですけれども、まあ確かに今ちょっとふと考えたんですよ、カード買う楽しみってそれが何なのかなみたいな楽しみもあるかなと思って。はい、それもあって、まだいっぱい箱はねいただいてるやつがあるんですけれども、全部開けるっていうよりはなんかちょっとおーってなったやつが来たらやめようと思ってたんですよ。来た、おーってなったやつ来た、しかもめっちゃいいの来た、鳥にふさわしいってのが来たのと、あの道中でおーってなった、俺が普通におーってなったキャラを、全部で5枚、鳥がやばいやつね、こいつがやばいやつ、持ってきましたので、これ最後紹介して終わろうかなと思います。まずはこちらトリプルレアアルセーヌ。はい、いやーまあやっぱね年始キャラですから、もう文句なくトリプルレア。でもさ面白くない、そのモンストレア極みとかさ、もっと上のレアリティがあるのにさ、アルセーヌがもうここにいるってのがすごいよね。はい、ってのがアルセーヌ。そしてカノンだね、カノンはこれモンストレアでしたね、 MSR モンスターストライクレアでしたね。次神王、綺麗なのよこれが、めちゃくちゃ似合う後ろのラメっていうの、このキラと
レア度とこの新郎のイラスト、これ新郎アルファを見てみてえな。はい、新郎ですね。そして僕の大好きラファエル、これもモンストレアかな。めちゃくちゃいい、ラファエルの可愛さが際立っている。できれば進化前でこのリアリティ出してほしい、ラファエルでございます。そして鳥、言うまでもございませんね皆様。はい、これは何のキャラクターでしょうか。モンストイラストちょっと違うように見えるんですけれども、おそらくモンストバンガード限定のルシファーでございます。ルシファーやばいでしょこれ。これね、モンストレアとかじゃないので、モンストレア極みとかでもない、これトリプルレアです。だから普通にトリプルレアの1枚の抽選としてこのルシファーが入ったりするんかね。いやびっくりしたね。これが多分一番上のリアリティで、モンストバンガードオリジナルイラストになるのかなと思ってたんですけど、これ普通に来ちゃったんだよね。このルシファーマジかっこいいな。いただいたやつをちょっとプレゼントにするとかもどうかわかんないんですけどね。できればこのなんか視聴者プレゼントとかもやりたいけどな、こういうのでな。はい、でも今回別にね、特にお仕事で紹介してくださいとかいうわけじゃないんで、完全に個人的にいただいたんでね、開封とか撮ってるんですけど、これ開けてみようかな。これライブで開けても面白いかもね。ライブで開けるか。ああ、ちょっと残りもしかしたら、そのカード開封ライブみたいなのをしたりするかもしれないですね。で、よかったらね、このバンガード系のものね、好きな人って結構いるじゃないですか、カード系のゲームって。なんで、それが好きで、こういうのが当たりましたよとかあったりしたら、何当たったのか教えていただけると嬉しいです。一応ね、チラッとね、このバンガードのね、このボックスのパッケージの上にね、このオリジナルイラストみたいなのがね、ちょっと見えちゃってたよね。見えちゃってる3キャラをね、その一番上にいるのがルシファー。あ、てかこれあれだ、俺モンスト周年の時にこうやってこういうのがありますってやったわやった気がする、このカード気のせいか。まあ、そういうのがありますんでね、よかったら皆さんも、別に買えとは言いませんけど買えとは言いませんけど、ライブで開封してやなこれな。はい、ということで、ここまで見てくださった皆様、結構珍しめの動画にはなってしまったんですけれども、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録高評価をねよろしくお願いいたします。それでは皆様、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。